ケネウィック人は、アメリカ合衆国ワシントン州で発見された、個人骨である。ケネウィックのコロンビア下半1996年7月28日、コロンビア側の下半で大学の競争を観戦していた、若者が人骨を発見し、警察に通報した。検視の結果、戦死時代の人骨とされ、研究機関に送られた。 そこで9300年前の人骨であり、なおかつ現在知られる、ネイティブアメリカンに属さないという説が発表されると、地元の先住民部族であるユマティラ族の代表が、訴訟を起こした。ネイティブアメリカンの文化を尊重し、開拓時代以前の人骨は彼らの流儀で、埋葬しなければならない法律があったためである。調査を受け負っていたチャターズ博士は遺骨を安全に、 搬送する幼衆軍に依頼するが、事なかれ主義の衆軍は、骨の引き渡しを拒否し、発掘現場周辺を土砂で埋め立ててしまった。しかし、裁判所は、原告の主張を知りけ、研究の続行を許可した。貸しのため人骨は散乱してしまったが、粘り強い発掘調査によりほぼ全身の骨が、回収された。中でも頭蓋骨は、ほぼ完全であった。 死亡年齢は50代半ば、骨盤には石がめり込んでおり、その後も数年以上生存していた形跡が確認されている。その石は割合に新鮮な化成岩である。身長はおよそ175センチメートルで筋肉質と推定された。ケネウィック人がどの人類集団に属した個体であるかは結論を得ない状況が続き、 ヨーロッパ人であるとの説が長らく有力であったが、ニューメキシコ大学のジョセフ・パウエル教授は、アイヌ民族とのより優位なる類似性を指摘し、これを研究上の結論としていたが、疑問も多く、後年の DNA 調査により前述の二つの説は完全に否定されることとなる。最近の DNA 調査により、Y 染色体は球系統で、ミトコンドリア DNA は、 X 系統と判明し、典型的なアメリカ大陸先住民であったことが明らかにされた。ネイチャーは、ケネウィック人が北米先住民の DNA を持っており、他のどの民族よりも最も北米先住民に近いとする論文を発表した。ありがとうございます。